茨城県道58号鳥出豊岡河は、茨城県鳥出市から、上層市までを結ぶ県道である。茨城県道58号鳥出豊岡河川森足番、鳥取出市白山の国道6号高点から、上層市豊岡河町の国道354号まで、南北に結び、 起点の取出市白山から取出市戸頭までの約5 9トルは国道294号と重複するため単独区間は取出市戸頭から異国となる全体的に緑の色濃い地域を通る道路である森や工業団地内を通過するバイパス道も整備されており森や工業団地と都市軸道路とを結ぶ1994年4月1日 それまでの一般県道富士白板、都井祝線の一部と一般県道菅薄和線の一部を統合し、起点を取り出し、終点を三日井同士と岡町とする新たな主要地方道として、取り手、豊岡線が認定された。同時に、県道富士白板、都井祝線及び国道354号と一部重複していた県道菅薄和線も廃止された。 翌1995年に整理番号58に変更され現在に至る。基本は片側1車線であるが、特に森谷市内の県道では、住宅地の中など所々センターラインがなくなるところがあり、通行する際には注意が必要である。木の川に架か,かる滝下橋は、福音が強調になるため大型車がすれ違うことができないことから、たびたび渋滞が発生している。 2014年9月8日、トレーラーが滝下橋のトラスを損傷するなどの事故を起こし車両、通行止めとなる。その後9月24日13時に普通車のみ、暫定開放となる。道路法の規定に基づき、上層市菅尾町道馬は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。 滝下橋茨城県道58号取出豊岡線、森足四津市森足大木付近のバイパス道を含印、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間、国際会場コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。